波分神社は、宮城県仙台市若林区にある神社である。旧社区は孫社。過去の東北地方太平洋側で発生した大地震、大津波を伝える神社として、注目を集めている。遺書書によれば、元は、現在の鎮座地より、南東500メートルにある痩瀬川、稲荷道地区の共同墓地が立つ場所付近に鎮座していたという。 王子の当地は、現在よりも広く、樹木の生い茂る高さ2メートルほどの小さな丘であったという。元禄16年8月16日、当地の隠居であったまた門というものが、世話人となり、村人が一丸となって、石造りの少子を混流した。天保6年6月25日、仙台地震、天保大津波と呼ばれる宮城県沖地震が発生。 同年うる7月には二度の大洪水が襲い、その後も天保10年に至るまで好転、例外が起こったため天保の大飢饉が発生した。この山上を憂れいた、当時の官主である津田民部は、霞目村の人々から祀られていた、山の神や行進、暴走神の石碑が立つ現在地を牧船により、剪定し、仙座、井船を伐採して、社殿を建てて祀ったと伝わる。 天保7年には、稲荷大臣に加えて、渡積の娘、豊玉姫人の子である、ロジクサブキ不ゴーのご神体を講師し、石造り神明造りの鳥居を奉納して、除災祈願を行った。それ以降は、津波の被害も減少したと伝えている。その後、明治38年には、稲荷神社から、波分神社へと社名を改め、明治43年3月に、 若林区若林に鎮座する旅立稲荷神社へと行使された。波文神社には過去に東北地方太平洋側で発生した地震に伴う大津波を伝える伝承が残されている。これらの津波に関する伝承は稲荷神社を津波よけの神社としての神徳を高めることにつながり、波文大明神という名で呼ばれるようになった。波文神社の他にも、 仙台市近隣には津波に関する伝承を持つ神社が多くある。その他にも東北地方の太平洋側の神社には大津波に関係する伝承を残す神社が多く存在している。一部ではあるが紹介する。ありがとうございます。